はい、今回は6月の8日、豊田選手いよいよスタメンかということでお話を進めていきたいと思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録まだだという方がいらっしゃればぜひぜひ登録よろしくお願いいたしますと。はい、本編の方に戻っていきましょう。豊田選手いよいよスタメンかということでですね、まあ、昨日から、豊田選手一軍昇格しておりまして、今日スタメンがですね囁かれているというような状況でございます。で、豊田選手のですね、まあ、これまでについて簡単に紹介していきたいなと思いますので、今日、一軍の試合行われる前に見ていただけると幸いです。はい、豊田選手いよいよスタメンかということで、まずは簡単なスペックから見ていきたいんですけれども、豊田博士選手ですね。で、東海大相模からですね、国際武道大学に、進学しまして、その後日立ですねに就職しましたので、まあ、社会人経由のですね、プロ野球、まあ、阪神タイガース入団というような形になります。なのでちょっと年齢がですね、まあ、大学出てから社会人ということで25歳でのドラフトということだったので、ちょっと遅いような形にはなるんですけれども、まあ、ドラフト6位で入団しております。で、身長は177センチで88キロ、右投げ右打ちの外野手ですねというような感じになっていまして、この2021年ドラフトなんですけれども、誰がいたかっていうと、あの森木投手ですねがドラフト1で入ったタイミングで、まあ、他には桐敷投手であったりとか岡留投手なんかも、同期入団ですね。で、2軍で今一緒に、やっている中川選手なんかもですねいて、まあ、この豊田選手も活躍してくれば、まあ、この2021年ドラフト、あとはまあ森木投手がですね今ちょっと苦しんでおりますけれども、大当たりの年になるんじゃないかなということで、まあ、本当に大学卒業して社会人からのですね、まあ、ドラフト入団にはなりますけれど、今この3年目ということで結構勝負の年っていう風に位置づけて、豊田選手はですね、頑張ってたんじゃないかなというところが、こういうところからも、見て取れるかなという風に思います。はい、で、続きましては打撃成績順番に見ていきたいんですけれども、豊田選手ですね、過去2022年にですね、まあ、何度か一軍昇格でですね打席には立っていましたけれども、2022年は9打数のノーヒットで、2024年、今年ですね、まあ、昨日代打で回ってきましてヒット出ませんでしたので1打数のノーヒットということで、今一軍ではですねキャリアの中で10打席しかまだ立っていないと。まあ、ただ2軍の方ではですね、確実に成績っていうのが良くなってきておりまして、2022年が2割4分3厘で三振率は 24.1%、2023年は2割7分1厘で三振率が 21.8% で、今年ですね2024年が3割3分1厘で 11.3% ということで、まあ、打率を見ていっても三振率を見ていってもですね、徐々に改善されてきているっていうのが、分かりますよね。で、とうとう今年はですね3割大幅に超えるような形で、ようやく一部に声がかかったというような経緯となっております。で、豊田選手はですね、まあ、打者のタイプとしては、まあ、長距離バッターかと言われれば、そういう感じではないですね。2021年はホームラン2本、2023年はホームラン4本で、まあ、今年はですねホームラン、ね、まだ1本も打てていませんけれども、割とですねこう内野の間を抜いていく、強い当たりで抜いていくっていうような打球が今年は多いかなということで、まあ、コンタクト率の向上であったりとか改善というところが見て取れました。で、二塁打の数はですね、まあ、今年がですね一番多く、稼いでいるような状況でございまして、これまでもですね OPS は6、5いくつとか、まあ、これぐらいでですね推移することが多かったんですけれども、で、二塁打が結構打てているっていうところもあって、まあ、今年のですね二軍での OPS は853ということで、まあ、割といい成績がですねずっと続いていたという感じですね。はい、まあ、こういった形でですね、まあ、非常に三振率の改善も見えますし、二塁打が増えてきたっていうところも見えますし、まあ、本当に、まあ、成績がですね、まあ、3年間で少しずつ良くなってきていて、まあ、今年一気にブレイクしたっていうような感じなのかなというふうにも思います。
ボールのコンタクト率ですね、まあ、このあたりも結構こう見ること多いんですけれども、ストライクゾーンに投げて豊田選手がバットを振った時にどれぐらい当たるかっていうところで言うと、今 94.7% っていうことで、まあ、非常にコンタクト率は高いですね。でこの 94.7 っていうのが去年あの小野寺選手ですね、まあ、2軍でしっかり打っているよみたいな話をずっとしていた時に、小野寺選手がストライクゾーンのコンタクト率が 95% ですごいですねとかっていう話をしていたので、まあ、それに匹敵するぐらい、まあ、小野寺選手今年はちょっとまだ調子が悪いですけれども、去年1軍でも3割、まあ、打席数少ないもののですね残していたっていうところもあって、まあ、それぐらいの成績にはなっていると。でボールゾーンに関してもですね、まあ、31% しかスイングしていないっていうこともあって、まあ、ストライクとボールの見極めもしっかりできているし、ストライクゾーンに来た時にバットを振れば、まあ、かなりの高確率でしっかり当たっているっていうところが、今年の豊田選手の最大の特徴なのかなというような感じです。まあ、いよいよ豊田選手がですね、まあ、今日スタメンというような話が囁かれていますので、まあ、このあたりをですね中心に、まあ、豊田選手ってどういう選手なのかなというふうに見ていけばいいのかなというふうに思います。で守備の方はですね、まあ、レフト、センター、ライトと比較的まんべんなくですね守っていまして、まあ、成績だけで見ていくとレフトが一番板についているのかなっていう感じで、まあ、レフトの指標なんかがずっといいよというような形なので、まあ、一軍でもおそらくレフト守るんじゃないかなということで、まあ、ライトは森下選手いますし、まあ、センターも当然近本選手がいるっていうことがありますので、まあ、レフトであればまあ適任なんじゃないかなというふうにも思います。まあ、豊田選手もですね、まあ、本当にこの一軍いよいよ来たかというような感じだと思います。でチームとしてもですね、まあ、なかなか昨日ちょっとよくねこう佐藤輝明選手の活躍もありましたし、まあ打線動いてきましたけれど、やっぱりまだまだ心配な部分もありますし、やっぱりイメージとしてですね、まあ、去年と同じ選手の中で戦っているなというような感じはどうしても拭いきれませんよね。まあ、こういった中で新しい選手、やっぱり常に新陳代謝があって、血の入れ替えっていうことをしていかないと、なかなかこう勝っていけないというか勝ちきれないのかなっていうところも、今皆さん感じてると思うんですよね。まあ、去年優勝したメンバーで戦えば単純に優勝できるんじゃないかっていうところもあると思うんですけど、まあ、なかなかそういうことにはならなかったというこの2024年の、戦いぶりだと思いますので、まあ、こういった形で豊田選手だったりとか、あと井上選手だったり野口選手だったりとか、まあ、2軍にはですね結構打っている選手たくさんいますので、こういう選手をいかに使うかっていうところも岡田監督の手腕の見せどころなんじゃないかなというふうにも思います。はい、まあ、今日いよいよ豊田選手がですねスタメンということなので、ちょっと簡単ではありますけれども豊田選手のスタッツについてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。